僕の秘密兵器は、名古屋テレビ放送他で放送されたザ、ザワークス制作の深夜ドラマである。制作局の名古屋テレビ放送では、2009年10月2日から、同年12月18日まで放送された、全10回。歴代のミスマガジン10名が、週替わりで出演する1話完結の連続ラブコメディである。また、ミスマガジンの水着姿が毎回登場するのも、 見どころの一つになっているほか、放送されたエピソードは後に DVD 化された。コンプレックスだらけで何の取り柄もなく、女性とうまくいったことのない男、一の瀬はじめ。そんな彼の家系には代々伝わる能力があった。それは、一ノ瀬家の男子の指、神のごとき、好きになった女の子をくすぐり、も大させれば未開の力切り開き、願い叶う、というものだった。 だが、好きになった女性に声をかけることすらできないはじめには、女性をくすぐりも大させることは至難の業だった。それでは、せっかくの神の指イコールゴッドフィンガーも宝の持ち腐れになってしまう。はじめは、唯一の秘密兵器を使い、恋を成就させることができるのだろうか。太字の役名は、メインキャラクター。メテレでは、毎月1回、朝まで生テレビ。 が放送されるため、その週は放送休止となる。以降は、他の遅れネット局がメテレより先行して放送された。また、関西地区は、朝日放送や独立 UHF 局ではなく、テレビ大阪での番範扱いでネットされた。大分朝日放送は12月21日から12月25日までの5日間、60分で1日には放送。本作に出演している。 もち美きの出身地、新潟県と佐藤桜の出身地である沖縄県では放送されていない。エンタメテレで再放映された。日テレジェニック2009にも選出された。初回のみ25時25分25時55分に放送。県内でのアンネット局は新潟テレビ21。県内でのアンネット局は琉球朝日放送。ありがとうございます。